人に手伝ってと言えない、何でも自分一人でやってしまうという人はいないでしょうか。なんとなく頼み事をすると他人に迷惑をかけると考えてしまう人も多いです。ですが小林誠寛さんのお話を参考にすると頼み事がしやすくなるかもしれないので、ぜひ参考にしてみてください。徳が積める。その昔お釈迦様は弟子たち約1200人と集団で暮らしていました。そんな集団生活の中で何か困った時は次のように呼びかけて頼み事をしていました。誰か私に施しをし、功徳を積んで幸せになりたい人はいませんか。施しとは助ける行為のこと、功徳とは徳のことです。仏教では徳を積めば自分に返ってくると考えるので、つまり私を手伝い徳を積んで、その結果幸せになりたい人はいませんかという意味でお願いをしていたようです。人を手伝うと自分が幸せになれるわけですから、喜んで手伝いたくなりますね。お釈迦様も実践していた。お釈迦様の弟子に全盲の弟子がいました。その弟子が縫い物をする際、針に糸が通せなかったので、誰か私に施しをし、功徳を積んで幸せになりたい方はいませんかと呼びかけました。目の前を通りかかった人が、私にやらせてほしいと言いました。なんと通りかかったのはお釈迦様だったのです。弟子は慌てて、大変失礼なことを申しました、お師匠様にそんな大それたお願いをするわけにはいきません、今の言葉はお聞き流しください。これに対しお釈迦様は言いました。なぜだ、なぜ私ではいけないのか、私だって幸せになりたいのだとおっしゃったようです。素敵なお話ですね。お釈迦様はまさに実践者でした。弟子を手伝うことにより、お釈迦様自身は徳が積めて、手伝ってもらった弟子は喜んだことでしょう。誠寛さんグループ。誠寛さんたちは数名で月に一度合宿をされていましたが、先ほどのお釈迦様のお話を知っている人たちですから、食事の準備をする際など何か手伝ってほしい時は次のやり取りがあったそうです。どなたか幸せになりたい人はいませんかと言うと、それを聞いた数名が笑顔で立ち上がり、喜んでお手伝いをしました。お願いをした人は、幸せになってくださってありがとうございますと言い、手伝った人は、幸せにしてくださってありがとうございますと言ったようです。私たちの日常でもこれと同じように考えることができると、お願いをする場合、必要以上に罪悪感を感じなくても済みます。だからといって上から目線で命令するのではなく、ありがとうございますという気持ちは忘れないでください。お願いされた場合も文句を言わずに、謙虚にやらせていただきますと言えそうです。ありがとうは元気になる。さて、ここまで聞いて、それでも頼み事はしにくいとお考えかもしれません。ですが人間は喜ばれると嬉しいという本能があり、笑顔でありがとうと言われ感謝されると体の細胞が元気になっていくようです。ということは、頼みを聞いた方は徳まで詰めて、さらに細胞が元気になっていくようです。このことを知っておくと、今までよりかは頼み事をしやすくなるのではないでしょうか。人に頼るのも悪くないと思えるのではないでしょうか。ただ、笑顔でありがとうを言うことは忘れないようにしてくださいね。最後に、いかがでしょうか。
お願いをする側もされる側もどちらにも重要なのは感謝の気持ちです。感謝があれば人間関係はうまくいきます。感謝があれば思考が柔軟になり、人格が穏やかになり、より人生が楽で楽しいものになっていくのかもしれませんね。もし手伝ってと言って相手が手伝ってくれなくても、決してイライラしないことです。もしかしたら忙しかったのかもしれません。また日頃から自分が怒らないように心がけていると、将来的に同じように怒らない人たちに囲まれるようになるようです。今回のお話が参考になりましたら幸いです。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょうね。この動画を気に入って高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。